どうも、菊之進です。やりたいことがある、もしくはやらなければいけないことがあるのに行動できないと悩んでいるあなたへ。行動できなくなってしまう原因はあなたの性格や能力のせいではなくて他にあります。私は意志が弱い人間なんだと落ち込む必要は一切ないです。行動できない理由を抑えて後に紹介する改善策を実行すれば誰でも確実に行動できるようになるので安心してください。まずはじめに行動できない理由から紹介します。1つ目、そもそも人間には変化を嫌う習性があります。僕たちは何か新しいことを始めるとき、体はそれをストレスと認識します。それは気が進まないことならなおさら、ワクワクするようなことであっても体は環境が変わることをストレスと捉えます。こうしたストレスに対し体は当然拒否反応を示すのです。それは本当に必要なことなの？今すぐにやらないといけないの？期限ギリギリの後回しでもいいよね？とあなたに問いかけてきます。そしてあなたは何と答えるか。うん、確かに今すぐやらなくていいか、気力使いそうだし後回しにしようとなるわけです。人の体は変化を嫌うので、新しいことはなかなか行動できないようになっています。それはあなたの意志が弱いからではありません。持って生まれたものです。僕たちの体はかなり心配性にできていて、変化に対する強力な防衛線を張っています。健康に生きていくための生体防衛機能みたいなものです。これは専門用語でホメオスタシス、恒常性維持機能などと呼ばれています。2つ目です。行動するモチベーションを余計なことに使っている。モチベーションは心のエネルギーで有限です。車で例えればガソリンみたいなもので使えばなくなります。さっきのホメオスタシスに従ってあなたが本当にやるべきことを後回しにしていると、いざという時にはモチベーションのタンクはすっからかんです。これを回避するためには Not to do リストが大事です。やらないことを決めて本当にやるべきことへのエネルギーを温存しておきましょう。3つ目です。目標設定が高すぎる。よし、何々やろうと思っていることが数日要することだったり煩雑なことだったりするとなかなか気が進みません。そういうものはブロック化するのがいいです。プラモデルを思い浮かべてください。各部位のパーツすらできていないのにいきなり本体を作るぞとなるとちょっとしんどいですよね。そこで月曜日は足のパーツを作って、火曜日は腕のパーツを作って、水曜日は胴体を作ろうみたいに分けて考えるとかなり楽に感じませんか？大きな目標はブロックに分けて進めていくのが基本です。以上を踏まえて最後に行動できない時の解決策についてお話しします。本当にやらなければならないことはその日の一番初めにやりましょう。朝一なら心のエネルギーも満タンで脳にとってもゴールデンタイムです。頭がよく回ります。手慣れていることほど最初じゃなくて最後にやってみてください。やってみると分かりますが、簡単なことは疲れていてもできます。もう一つ大事なことはブロック化です。目標を定めるときは小さく小さく、毎日続けられるぐらいに小さく落とし込んでください。小さな目標であれば動画の冒頭でお話ししたホメオスタシス、生体防衛機能から無視してもらえます。いきなり100やろうとすると体は拒否反応を示しますが、1であれば拒否反応なんてまず出ません。小さな1を積み重ねてください。慣れてきたら5とか10にしてみてください。そうしていけば必ずあなたは目標を達成することができます。行動できるようになります。そしてその経験は大きな自信にもつながっていきますよ。ぜひトライしてみてください。応援しています。それではまた、さようなら。